監督在籍20年、リーグ優勝を8度経験も日本一は1度もなし、飛雲の名将とも呼ばれた選手。その名は、西本幸男。社会人野球の星の組で1949年に、選手兼任監督として都市対抗に出場し、チームを優勝に導いたよ。その後、毎日オリオンズへ入団。1950年に公式戦に出場するも、この時西本はすでに30歳。それでも1番ファーストの定位置を確保し、チームのリーグ優勝と日本一に貢献。1952年には主将となり、1954年からは後期を兼任し、1955年に引退したよ。1959年に監督に就任し、1年目にしてチームをリーグ優勝に導くよ。その後1962年オフに阪急の監督に就任。そして1967年に初優勝を飾ると、1973年までの7年間で5度のリーグ優勝。1974年から近鉄の監督を就任し、1979年に球団初のリーグ優勝を成し遂げたよ。だが監督生活で一度も日本一になることはできず、悲運の名将と言われたよ。ご視聴、ありがとうございました。